綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、今回は自分が、どうやってスイング作り、スイングに対して取り組んでるかっていう、すいません疲れてます取り組んでるかっていうのを、話していきたいと思います。多分なんか、アマチュアの人もなんかスイング多分一番気にしてると思うんですけど、そうやんな、分からんけど一番なんか気にしてると思うんですけど、私はまずちょっと生い立ちを話しますね。ゴルフやってから6歳で初めて、こう何年もう何年18年やってるんですけど、プロになるまで全然スイングのことなんか気にしたことなくて、適当に振ってました。なんかもうプロになってからも適当に振っとった。なんかプロになって2年目まではほんまにスイングのことなんか一回も気にしたことなくて、なんか適当に振ってました、マジで。それでなんかスイングの単語とか全然知らんくて、シャローとか何レイドオフとか、これなんていうの、あ、シャットとか、そういう単語も知らんくて、でなおかつなんか自分のスイングがめちゃくちゃ嫌いやったんですよね。まあ、ジュニアの時から一回もイラってないから、こう感覚で打ってるから、すごいジュニアのスイングだったんですよ。右肩がこう落ちて、こう下から入るっていうスイングで、それまでコーチとか全然つけてなくて、ちょっと習ったりしてたんですけど、そこまでなんかスイングとか気にしてないから、スイング改造とかもしたことなくて、まあ、ちょっと調整みたいな感じしかしたことなくて、で、2年前にコーチつけたんですけど、私なんかそのなんでコーチつけたかって言ったら、自分のゴルフにプロになって2年目で限界を感じたからです今更みたいな感じやけど、なんかその自分がゴルフやっとって、もう私このままやったらこれ以上なんか何やっても上手くなれへんなってプロ2年目で思ったんで、なんか変えやなあかんと思って、自分のスイングに対してほんまに自信なかったし、まあ、そこに逃げてきたんですよね。まあ、言うたらなんかなんていう、人にスイング見られるのも嫌やし、人の前でスイングもしたくないし、なんか自分のスイングも見るのも嫌やし嫌いやしみたいな感じでずっとやってて、やばいよな。そんな感じで、なんか普通やっぱジュニアの時からスイングとか気にしてやると思うね。うちはひたすら自分の感覚に頼って、フィーリングに頼ってました。で、コーチつけて、その今のコーチ、武井ジョージさんって言うんですけど、その人と出会って、コーチつけてから、マジで自分のゴルフが変わった。スイングは、すっごい出てしまって。ちょっとね、今日練習しすぎて、ま、水ぶくれできて、ちょっと大変なことになった。なんか、なんていうんかな、スイングもめっちゃ変わったし、自分で言うのもないけど、今のスイングやったらなんか人に見られてもいいかなみたいなどんなプロやねんって感じで、でゴルフが変わった。なんかやっぱ習い始めて1年とかは全然なんかそのコーチが言ってることとかも理解できんし、やっぱコーチは私の頭より1歩も2歩も3歩も4歩も5歩もなんか先を見てるわけですよ。で私は、まあ、何も知らんから言われた通りにやっても最初うまくいかないんですよね。こうコーチとのイメージがマッチングしなくて、で1年ぐらいはやっぱうまくいかんかったけど、やっぱ1年
続けたら、なんかそのなんてコーチの言ってることがやっと分かるようになってきて、こういう感覚なんやとか、なんて自分のクラブが今どこにおるかとか、出玉をどう出すかとか、そういう感覚が身についてきて、めちゃくちゃショット良くなった。私めっちゃショット下手やったんですよ。プロになってからもうパンオン9回とか普通に下手くそじゃないですか。で今はだいたい14とかするから、ほんまにショットが良くなって、アイアンとかめちゃくちゃ変わった。でまあスイングっていろんな考え方あると思うんですけど、その私のコーチは結構韓国、アメリカ生まれアメリカ育ちの日本人 で3カ国語喋れるんですよね。英語、日本語、韓国語で、韓国でコーチしとって、でスイングはほんまに韓国系、スクエアに上げてスクエアの下ろしてくる。多分私のスイング見たら分かると思うんですけど、なんかあんま特徴ないですよ、分からへんけど。で私の今のスイングは別に完璧じゃないし、完成もしてないから全然見本にしてほしくないねんけどって感じかな、っていう感じのあれなん、理論なんで分かりやすい。なんかシャローとかちょっとこうやるとか、なんか今流行っとうけど、もう私自身身長が低くてそんな力もないんで、まあ、どうやってクラブを使うか、なんかコーチにいつも言われるのは、どうやってクラブを使いこなせるかみたいな、そういうのを大事にしてるかな。まあ、出玉をすごい大事にしてますね。一度コーチは自分の出玉がどう出るかみたいなのをすごい意識しとう。でクラブがどこにあるかって常に分かっとくみたいな。で大体もう大体スイングの形は固まってきてんけど、癖ね、悪い癖、誰にでも癖あると思うんですけど、後ろ悪い癖はレイドオフに上がってクラブが下から入るっていう、でレイドオフに上がって下から入ってスピンアウトする、右に飛んでいくっていうのが私の癖です。で、なんていうんかな、クロスって多分ダメやと思うんですよね。私クロスに多分人生で上がったことないか分からんけど、クロスってなんかあんま良くないって言われる。今の流行りじゃないや、今なんかレイドオフに上げてみたいな流行っとる。 で私のレイドオフは別に悪い、めちゃくちゃレイドオフなわけじゃなくて、ちょっとだけやねんけど、めっちゃ悪いわけじゃないねんけど、やっぱちょっとスピンアウトしちゃうんですよね。で私持ち玉フェードで、だから分かります、もう体が切りすぎて ひどくなったら大変、右しかいかんくなるんで、それを今めちゃくちゃ意識してる、意識してます。でどうやって意識してんのみたいな、なんていう、反復練習です、マジで。意識して練習しまくるしかない。なんかその得策みたいなのはほぼないです。特にテイクバックは、テイクバックってやっぱ自分の意思で決めれるじゃないですか。これダウンスイングってさ、動いてる時の動きやからあれやけど、テイクバックってこう自分でこうできるやん、動きの中で。だからそういうのを何回もシャロースイングみたいなして、どこ上がってるか確認してでやってるかな。で私自分の最大のネックポイント、ネックポイント分からへんけど、は私ジュニアの時からやってるんで、首がこうなるんですよね、インパクト右に傾く、それでクラブこう一緒に落ちていくから、それとまあこうインパクトの時に右足が出るって、かかとが上がりすぎるっていう癖があるので、それを直したいけど、それ直すのめっちゃ難しいんですよね。それこそクラブのさ、スイング中のの動きやから、そういうのって、それは毎年オフに取り組んで、シーズン始まったら意識してない、ほぼ。なんか調子悪くなったりとかしたら意識するけど、ほぼ意識しなくて、でスイング中にいつも考えてることは、まずアドレスですね。自分がどこ向いてるかみたいな、試合中は自分がまずちゃんとターゲットに対して向けてるかっていうのと、どういう球で打ってどういう出球で打つかっていうのと、あとはリズムが速くならないことと、テイクバック上げて、あとは足でクラブを運んでいくっていうことだけしか考えてないですかな。アドレス一番大切にするぐらいかな。でドローとフェードは、私基本はフェードなんですけど、ドローも一応打てます。打てるけどほぼ打たんかな。まあ打つけど、
ほぼフェードでなんとかなってる。もっとドローの練習すべきやし、試合でどんどん使っていくべきやけど、なんかフェードを打ちやすいからフェード打っちゃうね。って感じかな。で、私のミスは前さっきも言ったけど、右プッシュです。左チーピンみたいなほぼないです。てかまずない。クラブがフェースかぶってきてアウトから入って左に押し出すってことはあるけど、そこからチーピンとかいうのはないですね。って感じかな。やっぱりなんかオンプレーに上げてオンプレーに返してくるのが一番多分簡単やと思うんですよね。やっぱりね、人ってフィーリングが大事なんやと思う。スコアメイクには即効性があります。特にアマチュアの人だから。言うたら22歳まで一生スランプやったみたいな。エプソンツアーとか日本のツアーでも優勝したいから。